ちちょっとと見づらいんですすかね、えー、っとこんにちは <laughs>、えー、桜葉と申します、えー、今日は j a v a se 9についてお話をしようと思うんですが、えー、内容盛りだくさんなんで <laughs> 45分で終わるかどうか <laughs> ちょっとよくわかんないです。でえー あの私のプレゼンは音楽がいつも流れるんですが <laughs> あのジャスラックは怖いので <laughs> 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 あ,のあんまりそういうのはツイートしないでください <laughs>。ということで、えー、始めたいと思います。で今日はですね、まあ、JavaSE9 いろいろあるんですけどももちろんあの診気論についてもお話しするんですけどもその前に、えー 互換性についいいてちょっととお話をしたいと思いますでその後に新機能、あいろいろ改善されたりしてますので、まあ、時間の許す限りお話をしようと思っていますで、えー。とりあえず自己紹介なんですけども、えー、桜庭ですで、えー。先ほど伊藤さんの方からも言っていただけたんですけども j a v a チャンピオンというのをやっておりましてこれが j a v a チャンピオンのマークなんですけども。えー 日本だと2人しかいないというもので、まあ、大したことないんですけどね <laughs> で。えー、JavaInTheBox というサイトをやっておりますが、えー、ほとんど更新してないんですけども、まあ、そういうのをやっておりますで、えー。クライアントサイドばっかり、Java では多分珍しいと思うんですけども、JavaSE とか JavaFX とか、そこら辺が得意です。であの EE とかは 一切聞かないいでください <laughs> で、えー、あとあのいろんなところに原稿を書いたりしてるんですけども今は IT プロの方に最新 Java 情報局というのを各種で、えー、連載しておりますで、えー、ちょうど JavaSE9 について書いてますのでもしよろしければご覧になっていただけると幸いですで、えー、今日 JavaSE9 の話をするんですが、えー、去年一昨年か 一ととしですね、あのこういう本を書きました、JavaS7 e と8の本なんですが、えー、速攻入門と言いつつですね、300ページ以上もあるので <laughs>、全然速攻でもなんでもないんですが、えー、もし、プロジェクトラムダとか、そういうところを知りたいと思ったら、あのぜひ本屋でパラパラしていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ、本題の方に入らさせていただきます。えー まずは互換性なんですけども、えー、Java ってかなり互換性を重視した言語だったと思うんですけども、えー、だんだん互換性がなくなってきてるんですね。SE9 でもやっぱり互換性がなくなってる部分っていうのは結構あってですね。あちなみに SE8 使ってらっしゃる方っています8 半分はいないですね。半分いないですよ。高橋さん <laughs>。え7の方って言います。それ以降ってやるとあのたかしさんは悲しんでしまうので <laughs>。1.4とかいます。さすがにそれはいないですね <laughs>。あの。 8でやっぱりかなり言語仕様変わったので8にキャッチアップするの結構大変だと思うんですけども、えー、9もかなり大変です <laughs> で特にプロジェクトジグソー周りがいっぱい変更されてるので、えー、気をつけてくださいというか気をつけてくださいなんですけども、えー、他にもですね言語仕様とかライブラリーとかあと運用系のツールで変わっていたりしますで どういうのかというと、ノーモア。なくなっているものがいっぱいあります。何がなくなっているかというとですね。まず言語使用の部分なんですけども、えー。これがなくなりました。アンダースコア一文字。を変数名とかに使えなくなっています。まあ、あんまり使ってる人はいないと思うんですけども。たまに、あのローカル変数とかで、一文字、アンダースコア一文字。っていうのはあるかもしれないです。 でこれは今まではですね JavaSE、こういう使い方ですね JavaSE8 の時はこれ警告が出てました、えー、識別としてのアンダースコアの仕様は JavaSE8 より後のリリースではサポートされない可能性がありますというのが出てましたもしこういうのを見かけていたら気をつけないとちょっとやばいですで、えー その前にですね、ラムダ式ではこれもう禁じられてたんですね。なので、まあ、ラムダ式書くときは使わないっていうのはあのコモンセンスになってたんですけども、普通のローカル変数とかフィールドなんかでこれ1文字で使ってると大体アウトになってしまった。で、SE9 だとこれがエラーになった。今まで警告だったんですけど、エラーになるようになりました。ですので、ここら辺を。 まあ一番あのソースの互換性という意味で今までと変わってしまったとっいうのはかなりけうな例なので、えー、こういうのはぜひ気をつけていただけるといいかなというふうに思いますで他にも、えー、ライブラリー系で使えなくなったメソッド Java って使えなくなったメソッドってほとんどないと思うんですけども Duplicated とついていながらいつまでたっても残ってるというのが Java だったんですけど本当に使えなくなりました。 で例えば、えー、ログマネージャーのプロパティチェンジリスナーとか、パック2 0 0ってこれ、多分誰も使わないと思うんですけど、JAR ファイルの圧縮とかに使っているクラスなんですが、そういうところの、えー、プロパティチェンジリスナー系、あと一番下に書いてあるのは AWT なんですけども、あのグラフィック系ですね、AWT の g e t p ア e r という、えー、と OS に結びついたクラス。 いいうううののががあってですねそういうのが全部使えなくなりましたでなんで使えなくなったかっていうと、これ全部ジグソー関係です。要するにジグソーってあの中の中までアクセスできたのを途中まででやめましょうというアクセス制限をかけましょうというのが入ってるのでそのせいで例えばゲットピアなんて OS にかなり結びついてるのでそういうのは外側に出したくないとっていうので出せなくなったので使えなくなったと。 まあ、あんまりこういうメソッドを使われている方はいないと思うんですけどもいないところから多分使えなくなってるんだと思うんですけどもあと警告で出てくるのがリフレクション周りはかなり警告出るようになりました例えば、えー、クラスクラスのニューインスタンスとかは警告出ま <laughs> 苦笑いされましたね <laughs> いつかなくなりますよ <laughs> なのであの本当にジグソを入れるとそういうところでアクセス制限っていうのはか,かなりいろいろかかってきますので今後はちょっと気をつけた方がいいと思います。で、えー、ツール系、保守運用のツール系だとビジュアル VM というタダで使えたプロファイラーがあったんですがこれがなくなりました。で、えー、ちょっと半分隠れちゃいましたけど結構グラフィカルで。 すぐお手軽に使えるプロファイラー監視ツールだったんで良、えー、かったんですけどもだんだんあの、まあ、新しいのが出てきてるのでミッションコントロールとかフライトレコーダーとか使えるようになってきたので、えー、お役御免ということになりますあともう一つッ p r o f という、えー、Java が1.0の頃からあった <laughs> プロファイラーがあるんですけどもテキストベースのプロファイラーですでこれがお蔵、えー、入りになりましたで、えー、下の JHAT っていうのはエッ p r o f のビューアー的なものだったんですけどもまあそういうのも使えなくなっていますッ、まあ、p r o f を今使ってる方は多分いないと思うんですけども私も1.4ぐらいの頃までは使ってたんですけどもそれからあとはもう まあ、VisualVM も使ってましたし、あと ID e にプロファイラーついている場合が多いので、そっちを使うことが多くなっているので、まあ、それほど被害は大きくないとは思いますけども、リモートのマシンで、リモートでテキストベースでしか使えないというようなときに結構便利だったんですけども、そういうのが使えなくなった。でまあ、その代わりのものは出てきているので、そっちを使っていただくということになると思います。でえー、あとはですね、 まだまだあるんですけども、デフォルトの GC が G1GC になってます、えー。多分結構な人が使ってると思う CMS、えー、コンカレントマークスイープという GC がですね、使えなくなります。あの今,今の SE9 だとデュプリケイティッドのままなんですけども、今後のリリースだと多分使えなくなります。でえー今 j a v a s c 8のデフォルトはパラレル g c なんですね。CMS は1.4の頃から使われてきてるのであの大規模系で CMS 好まれて使ってる方とかバリバリにチューニングされてる方とかもしかしたらいらっしゃると思うんですけどもそのノウハウは結構使えないので <laughs> G1GC はやっぱりチューニングの仕方も違いますしパラレル g c はやっぱりパラレル g c で使い方が違うので。えー 今 CMS を使われている方は早めにパラレル GC か G1GC に移行しておいた方がいいと思います。で、えー、一番安定しているのはパラレル GC です。今のところ。で、ヒープが大きければ G1GC でもいいんですけども、ヒープが小さいところではパラレル GC の方がいいかなというふうに思います。まあ、G1GC もかなりあの連動が上がってきて、早くはなってきてますけども、やっぱりまだ。あの チューニング系の書籍とかがに日本語だとまるでないですし英語でもあんまりないので、まあ、そういうところのノウハウ的なものはまだそんなに一般的になってないかなというふうには思いますで、えー、ここまでが、えー、ちょっと地味なお話だったんですけど新しいお話に移りたいと思います、えー、新機能としては、まあ、今お話ししましたけどプロジェクトあ隠れちゃいましたけどプロジェクトジグソー というのが一番の目玉というか JavaSE9 はプロジェクトジグソーのためにあるようなものなので、えー、そこが多分一番大きい変更ですねでもう一つ JShell というのがあります、えー、先ほど伊藤さんの方からビターホークスさんの話が出てましたけど彼がコミッターをやってる JShell というのがありますで,でこの2つは結構有名なんですけどもう一つ ReactiveStreams というのを今日はご紹介したいと思います でまずはジグソーからで。ジグソーなんですけども、名前は聞いたことがあるぐらいですよね。全く聞いたことがないという方はいらっしゃいます、まあ、知らなくても全然問題ないんですけども、えー、今までの j a ーファイルじゃなくてモジュールというもので、えー、管理しましょうというのがジグソーです。で今日は、えー なんでそういうモジュールなんてものが必要なのっていう背景のところとじゃあモジュールどうやって作るのっていうところを簡単にお話ししようと思います。でえー、背景としてはですね、やっぱり大規模システムでいろいろ問題がある、い、ま、ろ、あ、んな問題があると思います。いろんな問題があると思うんですけども、えー、クラスパスとかライブラリーとかそういう関連の問題としてはですね、 ジャージャーヘルと言われているものですね。でえー、例えば、今後ろにあのこの青いシャツを着ている人がマーク・ラインホルドといって,て JavaSE の、えー、アーキテクトなんですけども、えー、彼の後ろに出ているのはですね、多分あんまり見えないかと思いますけども Hadoop のクラスパスなんです。で これ何個ぐらい j a ファイルが並んでると思います数百あるんです <laughs>。で、こんな JAF ファイルいっぱい並んでても、本当に必要なのがあるのかどうかとか、欠けてるのがあるんじゃないかとか、バージョン違いで同じものをいっぱい使ってるとか、結構ありますよね。で、そういうのを含めて、まあ、j a ヘルと呼んでいます。でそういういものを もうううちょょっととと使いいやすすくしましまころですね。あとこれだけ JAF ファイルがあると1個バージョンアップしましたライブラリをバージョンアップしました動きませんっていうことが多分皆さんも経験あると思うんですけどもライブラリーをアップデートすると動かなくなるという問題で大抵の場合は本当は隠したいクラスを使っちゃいましたっていう場合が多いと思います。 あの外部に公開しているインターフェースとかはライブラリー作ってる人もおいそれとは変えないはずなんですよね。で変えるのはそれをじ、えー、作り込んでいるもうちょっと内部のクラスの方を変えていくはずなんです。でもユーザーにとってはそれ分かんないんですよね。インターフェースを使っていいものか内部のクラスまで使っていいのかっていう区別がないので、まあ、パッケージ名にインターナルってついたらちょっとやばいかなと思うかもしれないですけども。 そういう区別が今までなかったので内部実装用クラスを使っちゃったが上にバージョンアップすると動かなくなっちゃったとかそういうのがあると思います。でこういうのは結局はじ、JA、ゃが多すぎる場合は誰が誰何を使ってるのかっていうのがはっきりしてないという問題。えー、これ名文とか使えばあの名文の POM の中に Dependencies って書けると思うんですけどもそういうのでちゃんとか書いていくことはできると思います。 ただ Java の側から見ればそういうのが一切情報にないんですね。で、こういうのがちゃんと書けるようにしようよということと、えーまあ、内部実装クラスはでもパブリックだったらもう全員に公開しちゃいますよっていうパブリックがパブリックすぎる問題というの両方あると思います。で、こういうところを結局のところは まあ先ほど、名文でディペンデシーズというのを言いましたけど依存性が書けないという問題とあと公開範囲をちゃんと決められないパブリックと書いてある全部公開してしまうという2つの問題に修練するというふうに考えられます。で、この2つをまあ解決するというかすべて解決するわけではないんですけどもまあ解決の役に立つのが新しく導入されたモジュールと。 いいう,うになると思います逆にモジュールが入ったせいで問題も起きるんですけども <laughs>、えー、いろんな問題を解決できるんじゃないかということで導入されました。で、モジュールなんですけどもあの実は言うとそんなに難しく考えることはなくてですね、えー、実際にはただの JA です。JA ファイルです。今までと同じです。なんですけども 先ほどの依存性とかを書くためにメタ情報のためにモジュールインフォジャバというクラスをぽこっと置いといてあげますで、ここのモジュールインフォジャバというところに先ほどの依存性とあと公開範囲パッケージごとにどこまで公開するかというのを書いてあげましょうこの2つが付いた JAR ファイルをモジュールと呼んでいますよということだけです たったこれだけなんですね、違いは。モジュールインフォージャバがついてるかついてないかっていうだけです。今のところ。まあ多分今後はもうちょっと機能が含まれてくると思うんですけども特にですね今今もうすでに問題になってるんですけどバージョンどうすんだとかそういうのもあるんですがバージョンかけることは書けるんですけどもバージョンで制御することができないと。例えばライブラリであるバージョン以上のものを使ってねとかそういうのをかけないのでまあ 今のジグソーは必要最低限モジュールにとって必要な情報の最小限のものだけ加えたものにしましょうあんまり高機能にしちゃうとジグソーを入れるのに大変になっちゃうので、えー、モジュールを入れるのに導入しやすいようにまずはスモールスタートというところになってますで、えー、例えば、まあ、ソースの下にこん,こんなクラスがあるとしましょう えー、ネット j i t b i ハローという下にメインとハロー、メインメイン Java にはメインクラスがあったとするとで、えー、その下にインターナルっていうのがあって、まあ、内部用の切れちゃってますけどハローインプルというのがあったとしますで、えー、公開したいのはこのハローの2つだけとインターナルの方は公開したくないと,というふうに思ってくださいで、えー、先ほどのモジュールインフォジ j a v a なんですけどもどこに置くか えー、ソースの直下要するにパッケージなしのところですね。に置きます。もうこれはあの絶対ここに置いてくださいっていう約束です。で、なんでここに置くかっていうと JAF ファイルを頭から見ていったに一番初めに見やすいからっていうだけです。で、えー、ここに置くことは決まったんですけど中身をどう書けばいいかというと、モジュール文というのが 登場しますモジュールというので始まります。でその後に、えー、モジュールの名前が来ます、えー。ここはネット JITBHello というのでパッケージ名と一緒なんですけども、えー、この並びはあのパッケージと同じようにドメインの逆順というのが一応ローカルルール、えー。絶対的なルールではないんですけどもこうしましょうねというルールになっていますでこう。要するに ドメインの逆順にししけばぶつからないいいでしょうということだととこだ思います。同じモジュール名がぶつかっちゃうともう使えなくなっちゃうので、えー、ユニークなモジュール名にしましょうということですで、えー、この、えー、Hello とかメインなんですけどもこれが Hello モジュールだとしてそのモジュールが、えー、JavaFX.Graphics というのと JavaFX.Controls というモジュールを使っていたとします であとは上に完全に見えなくなってますけども、えー、メインを使うためにこのハローパッケージだけを公開したいというふうに考えますあ、えー、ちなみにこの JavaFX なんたらとか Java なんたらっていうのはまたあ今日は,は今日はお話をしないんですけども標準でも80個ぐらいモジュールが決まってますプラットフォームモジュールというんですけども、まあ、そういうのも含めて Java で今まで全部大きいの一つだったんですけどもそういうのを分割してあるので、えー、自分が使うモジュールだけを書くというスタイルになりますでどう書くかというと、えー、先ほどのモジュール文の中に、えー、依存性の方は Requires というので書きますで、えー、今は2つあるので JavaFXControls と JavaFXGraphics で1行に1モジュールずつ書いていきます で公開するのはエクスポーツ文というので書いていきますで。ここはパッケージ名です。モジュール名じゃないです。パッケージごとにどこまで、えー、本当に公開するかしないかというのを書くことができますで。エクスポーツ文で書くと誰もが見られるという書き方です。でこれ以外にも特定,のパッあ特定のモジュールだけに公開するとかそういう書き方もあるんですけども、基本は、えー でクワイーとエスポーで書くっていうところだけ覚えていただければ、まあ、とりあえずは大丈夫かなというふうに思います。まあ、あの、名文とか使ってる方であれば、ここの部分は多分すぐ書けると思うので、まあ、こっちをどこまで公開するかっていうのを自分たちで決めてあげれば、あとはもうモジュールすぐ書けると思います。で、それ以外に、えー、JavaSE のツールとして、 えー、JDEPS というツールが一緒に、えー、添付されています。でその JDEPS を使うとどういうモジュールを使っているかというのを調べることもできますし、あとはこのモジュールインフォジ j a v a のひな形ドラフト版みたいなのを自動生成することもできます。ですので、そういうツールを使ったりですね、まあ、今後は多分 IDE がそういうところも対応してくれると思うので、えー、今のところ ジグソーをちゃんと対応できてるのはインテ l J しかないんですけども、まあ、そういう ID がジグソーにちゃんと対応していけばこういうのもあんまり手で書かないで自動生成してくれるんじゃないかなというふうに思いますで、えー、モジュールが定義できたんでじゃあコンパイルしていきましょうということなんですが皆さん JavaC なんて手で書かないですよね <laughs> 今更だと思うんですけども、えー、JavaC で書くとこんな感じですあもう完全に消えちゃってますけど えー、モジュールインフォも含めてコンパイルしましょうねっていうだけです。でも,もしあのプラットフォームモジュールだとこれ全然書かなくても大丈夫なんですけども、えー、他のモジュールを使う場合にはクラスパスではなくてモジュールパスというのを使います。でクラスパスは -CP なんですけども -P で書きます。まあ、そういうのを 今はプラットフォームモジュールだけなので何も指定しないと。で、クラスファイルは作れるのであとは JAW ファイルを使って j a コマンドを使ってモジュールの JAW を作ると。で、一番変わったのは JAW コマンドです。JAW コマンド今まで CVF とか XVF とかで書か,か,かないか。さすがに手で書かないですよね <laughs>。 マイナスマイナスクリエイトとかマイナスマイナスファイルとか今まで CFV の F がファイル名だったのがあ C がクリエイトで F がファイルで V がベルファイルだったんですけどもそういうのじゃなくてちゃんと普通のオプションで書くようになりましたでマイナスマイナスクリエイトで書くとモジュールになります CFV で書くと、えー、モジュールじゃないただの JAF ファイルになります JAF ファイルができると、これでモジュールができた。モジュールができると、あとは実行するというときなんですけども、先ほどあのクラスパスじゃなくてモジュールパスだよっていうのを言いましたけども、モジュールパスはマイナス P でもいいんですけども、長く書くとマイナスマイナスモジュールマイナスパスと書きます。えー、JavaSE9 からです、ね、Java の実行時オプションがかなり変わってます。が 今までの書き方もできるんですけども新しい書き方としてマイナスマイナスで始まるオプションがいっぱい増えてきてますでクラスパスもマイナスマイナスクラスマイナスパスっていう,いう書き方が今後標準になってくるはずですまあマイナス CP でもいいんですけどもで、えー、これでモジュールがどこにあるのっていうのをディレクトリで指定します 残念なことにあのダウンロードセントラルレポジトリからダウンロードするとかそういう機能はないのでローカルに <laughs>、えー、ここのディレクトリにモジュールがあるよっていうのを今のところは示すだけ、まあ、今後そういうのは出てきても主義はないと思いますで、えー、実行する時にはメインクラスを指定するんですけどもメインクラスを指定するだけだとどのモジュールかわからないのでどのモジュールのどのクラスというふうに指定します でそのではマイナス M、これモジュールの略なんですけどもマイナス M で、えー、スラッシュの前がモジュール名スラッシュの後にクラス名メインクラスの名前というふうな書き方をしますまあこういうのもだんだんとビルドツールが 対応してってっくれれば自分で打つこともないと思いますので今絶対覚えなくちゃいけないというわけではないと思いますけどもまあ随分変わったんだよということが分かればいいかなというふうに思います。でこんな感じでモジュールを作ってやっていくんですけどもああのページは J シェルに行っちゃいましたけどもモジュールはですねジグソー今ちょっと危険な状況にありましてえー、ま 今日お話したところは大体決まってるところです。決まってない部分っていうのがまだありまして、えー、今までその互換性どうするのとか、そういうところがちょっとケン学学をやってます。で、ジグソーとかはですね、JCP というところで使用を決めてるんですけども、その JCP で1回否決されちゃったんですね。この仕様じゃダメっていうので。で、今それをやり直しをしてるので、 えー、その部分があと1月ぐらいの間に固まってこないとちょっと SE9 のスケジュール通りのリリースは難しくなるかなという感じになってます。で、えーまあ、JCP の方でもあの先ほど出てきたマーク・ライン・ホールドを中心にミーティングを重ねているので、えーまあ、全然ダメっていうわけではない。 と思いますあのミーティングの議事録とか見てても、えー、ちゃんと話をされてるみたいなので、えー、いい方向には向かってると思うんですけどもちょっともうちょっと時間がかかるかなというふうに思っています。で、えー、もう一つの大きい機能の j シェルですね。j シェルというのはですね、まあ s h です。s <laughs> シェルですって言っても分かんないと思うんですけど、r e p ツールが消えちゃいましたけどレプルってご存知です、えー、リードエバリエーションプリントループの略なんですが要するにインタープリーター的にツールですぐ実行できますよというのがレプルです。で J シェルって打つと J シェルが使えるようになるんですけど1たす2って書くと3って出たり イン t A10 って書くとそれがすぐ変数として使えてそれをプリントアウトすると10が出ますよとかそんな感じで使うことができますでまあせっかくなんでやってみましょう j シェル l j s h e すごい便利で あの電卓代わりにも使えますしまあさっきまあこ,うこんな感じでもうすぐ x を使うことも変数として x を使うこともできますでえ今プラスプラスしたんで x は11になってるはずなんですがシステムアウトで他も聞くのでプリント LNN で えー、11が出ましたギリギリ <laughs> 隠れないで出ましたけど、えー、で気づかれた方は気づいてるかもしれないんですけど私セミコロン1回も入れてないです、えー、セミコロンレス Java というのがありましてそういうわけではないので、えー、単純に一行の行末のセミコロンは省略できるという、まあ、行単位で実行していくので別にセミコロンなくても全然 OK なので省略できるんですけども、えー セミコロンを入れなくてもで、ちゃんとした文じゃなくても、まあ、おそれは言い方おかしいな、ちゃんとした文なんですけども、今までみたいにメインメソッドを作ってとか、クラス作ってとか、そういうことをやらずに、一行単位で Java のコードを書くことができます。でえー、もちろんあのあの、なんて言えばいいですかね、関数とか、そういうのも。 間違えたストリームとかも使えます。複数行になるときは複数だと分かるように書いておくとちゃんと複数で。アのシステムウトトプリンエ今はですね、イントストリームっていうあのストリームのイント版なんですけどもそれで1から10まで。 まあ、実際には1から9までですけどものストリームを作ってそれを一つ一つ for 文、えー、の代わりみたいなものですねでラムダ式を使って出力しなさいっていうのを書いたんですけどもそういうのをやるとすぐに1から9まで出力するとこんな感じで、まあ、ここはラムダ式ですし複数行になるようなものでも、えー、途中でここが行端だよっていうのが分かんないようにあ まだ続くよって分かるように書けば複数行にも書けますので、えー、例えばあのお試しでわ使い方分かんない API があるんだけどっていうような時にちょっと使ってみるというのは全然ありだと思いますで例えばここも12にしといてでやると11まで出るとで今ご覧いただいたのはあのカーソルで戻っただけなので履歴が取れるんですね で、履歴が取れるので、前のものに戻して、ちょっと変更して、また実行というのもできますから、えー、結構いろんな使い方ができると思います。もちろんあの、初心者にとって Java を学び始めるというときも役に立つんですけども、それだけじゃなくて、使い方が分からない API を試すとか、そういうときにとても私は役に立っております。で、 はっきり言うとジグソーよりこっちの方が便利かなと思ってるぐらいなので、えー、もしあの使えることがあればぜひ使ってみてください。で、えー、多分今のところですねネットビーンズでベータ版として ID e の中に JShell が組み込めるようになってます。そうすると ID で今書いてるライブラリのテストをちょっと JShell のコマンドでやるとかそういうのもすぐできるようになると思います。でそう,いう 使い方が多分いろいろいろな人が使っているとこういう使い方があるんだよっていうのが発掘されていくと思うのでそういうのを使えば、えー、もっと j s l が、えー、面白く使えるんじゃないかなというふうに思います、まあ、是非これはあのジグソーと違って簡単に使えますから、えー、やってみてくださいで、えー、もう一つディアクティブストリームというのをご紹介したいと思います でえー、ストリームと書いときながら、ね、JavaUtilStream のストリームではないです、えー。流れるという意味ではストリームなんですけども、ちょっと違うお話。で何が違うかというと、これはです、ね、非同期処理をやるためのインターフェース群です。で決めているのは Oracle ではなくて ReactivStreams.org というところがあります。でそこで えー、非読処理ををやるためにこういうういインターーフェースを作りましょうとでその実装は皆さんにお任せしますよというふうになってます。で、えー、この ReactiveStreams 実際に実装してるライブラリとしては RxJava というのとか ArcaStream というのがあります。で、えー、JavaSE9 でももちろんインターフェースはあるんですけども一応実装も含んでます。ただ機能的には RxJava なんかに比べると全然貧弱なので、まあ、一番初めのお試し版ぐらいな印象だと思ってくださいで、えー。動きとしてはですね、パブリッシュサブスクライバーモデル、出版購読モデルというモデルです。えー、誰かがデータを作って、それをサブスクライブした人にみんなに配ると、非同期に配るというモデルです。 ただ、えー、特徴なのがバックプレッシャーというのがあるというところです。まあ、バックプレッシャーについては後でまた説明します。でえー、クラスとしては JavaUtilConcurrent の下に新しいクラスとして flow というのができました。で実際にはその flow というのはただのクラスで flow の下にインターフェースが3つ入っています。flowPublisher、えー、flowSubscriber、flowSubscription という 3つのインターーフェースがありますこれが先ほどのリア i ティブストリーム s で決められたインターフェースです。でパブリッシャーがもう全然見えないですけどデータを出版するというかデータを作成してそれを巻く方ですね。でサブスクライバーがその、えー、ばらまかれたデータを取り込んで自分なりの処理をすると。でサブスクリプションというのが先ほどデータバックプレッシャーに関わるところなんですけどデータのやり取りを制御するところに使います。 で具体的には、まあ、パブリッシャーは1人でサブスクライバーはいっぱいなんですけども基本的にはサブスクライバー側からこういうデータ欲しいんでよろしくという購読をお願いしますそうするとサブスクライバーあサブパブリッシャーはですねサブスクリプションを作りますでこの人とこの人はサブスクライバーは1対1に対応するとで作ったら サブスクリプション作っったよてて教えてあげます。そうするとですね、えー、サブスクライバーとパブリッシャーの処理速度が大体同じだったら全然問題ないんですけども、こっちだけもうどん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 データ作れる、でもこっちの処理が追いつかないとかいう時に困っちゃうわけですね。なので、サブスクライバー側は自分はどれだけデータを扱えるよ、今の状態ではデータ全然大丈夫だよとか。 今3つぐらいまでだったら大丈夫だよとかそういうのを、えー、パブリッシャー側に要求しますそれをバックプレッシャーと呼んでます、えー、データ何個くださいと言ってるわけですねでそれをサブスクリプションに伝えるとサブスクリプションからパブリッシャーの方に伝わって非同期に N 個データが飛んでくるというようなスタイルになりますこ,ここはあの非同期なんでいつ来るか分かんないんですけども 要求した個数だけ来るとでサブスクライバーの方はその要求した個数が全部処理終わればまた処理ができるもしくは、えー、要求した途中でもまだ余裕があるんであればバックプレッシャーとしてまだ大丈夫だからもうちょっとちょうだいとかそういうことは言うことができますでこれがディアクティブストリームスのデータモデルこんな感じでやり取りが進んでます。 実際のメソッドとかは今日はお見せしないんですけども、えー、パブリッシャーとサブスクライバーの間でそういう非同期にやり取りをするよというモデルです。えー、JavaSE ってこういう非同期処理のためのフレームワークというかインターフェースというかいっぱいあるので、えー、適材適所だと思います。自分が使いたいクラスがあるかもしれないですし、えー、こういう用途であれば ReactiveStreams こういう用途であれば、えー まあ、ただのフューチャーを使うとかですねそういういくら何種類かあるのでそういうの,の中の一つとして、えー、使えるようになっておくと、まあ、持ち駒が増えるわけですからいろんな用途に使えるんじゃないかなというふうに思いますということで、えー、あもう時間がないですね、えー、これがここまでが3つ紹介しましたけど新しい機能ですで手短にじゃあ新しく改善されたところ っっちゃった。ご紹介したいと思います。まずじめあの、プロジェクトコインというのがありました。えー、JavaSE7 でプロジェクトコインというのがあったんですけども、そのプロジェクトコインをもうちょっと良くしましょうと、プロジェクトコイン2まではいかないんだけども、もうちょっと良くしましょうということで、ミリングプロジェクトコインというのが JavaSE9 で、えー、取り込まれています。で、具体的には、えー、っと5個ですね。の これ、言語仕様が変わりました。で、セーフバーグスとか、ドライブィリソーシズもちょっと書き方があか変わってます。今までの書き方もできるんですけども、えー、新しい書き方もできると。で、あとはインターフェースにプライベートメソッドが書けるようになりました。どう使うのって思うかもしれないんですけども、えー、SE8 でデフォルト実装、デフォルトメソッドっていうのが書けるようになったんですけども、そのデフォルトメソッドから呼ぶためのプライベートメソッド。 要するにデフォルトメソッドが長すぎても今までって分けることができなかったのでそれを分けて見やすいようにできますよっていうのがプライベートメソッドでアンダースコアは一番初めに言ったアンダースコア使えなくなりますってやつですねで全部話してる暇はないので今日は特名クラスのダイヤモンド演算子についてお話をしますでダイヤモンド演算集は皆さんご存知ですよねえっ、ー、と ジェネリクスを書くときにファン、例えばファンクションインターフェースの特命クラスを書くときには、ファンクションのストリング、ストリング、えー、とファンクションは2つ型パラメータを必要とするので、こんな書方をするんですけども、特命クラスを書くときは、ここを省略できなかったんです。普通、アレイリストとかハッシュマップとかいうときは、こっちのニュー側の方はあのこれだけですんで、 中の型パラメータは省略でできたんですところが、えー、匿名クラスだけ省略できなかったんですね、SE8 でも。で、これがやっと、あ1つ飛んじゃった、あ大丈夫か、えー、省略できるようになりました。ただそれだけです。<laughs> ただそれだけなんですけども、まあ、匿名クラスを書くかって言われたら、多分皆さん書かないと思うんですが、<laughs> 書かないですよね。 特にサーバーサイドの方は、匿名クラス全然使わないので、<laughs> ラムダ式になっちゃってるので、特に、えー、と SE の方もラムダ式を使うようになると、匿、え、名、ー、クラスあんまり書かなくなるので、まあ、あんまり使わないかもしれないんですけど、一応使えるようになりましたというとこです。で、えー、次がストリーム関連ですね。ストリーム関連、いろいろメソッドが追加されてます。 えー、ファクトリーメソッドとしてオブヌルヌラブルとかイテレートっていうのメソッドあったんですけども今までのイテレートって無限ストリームしか作れなかったんですねでそうじゃなくて、えー、このハズネクストのところで条件を書くことができるようになりました要するに普通のフォブンみたいに初期値と条件と増加分みたいな書き方が書けるようになりました今までは初期値と増加分しかなかったんですけども、えー、それなのでまあ有限の ストリームを書くことができるようになってますでメソッドとしては、えー、テイクとかドロップファイル、テイクファイル、ドロップファイルというのが新しくなっています。これもあの無限ストリームを扱うためのメソッドで、えー、今まではリミットで何個までとか、そういう書き方しかできなかったんですけども、条件で書けるようになっていますで。コレクターズもメソッドが増えてまして、フラットマッピングとかフィルタリングというのが新しいのが出てきています。 ストリームといえばオプショナルというクラスがあります。ヌルチェックをあまり書きたくないという時にオプショナルクラスを使えるんですがそれのメソッドもストリームと合わせられるようになったストリームメソッドとかですね IfPresentOrElse とかですね Or とかいういろいろメソッドが加わってます。で例えば Or だと、えー、複数 オアっていうのは結局オプショナルっていうのは値が持ってればその値返せるんだけど値がない時は何かやってねっていうメソッドなんですねでオアは本当に値がない時にどうしますかっていうのを書けるんですが値がない時にじゃあもう一つのオプショナルの値を使いましょうっていうような書き方をする時にこんなふうに書きますオプショナルの1オアオ,オプショナル2って書いておくとオプショナル1の値がなかった時はオプショナル2の値と。 でオプショナル2の値がなかったら空のオプショナルというような書き方になります。で、えー、こういうのもあの関数型言語を使ってる方にはすぐ使えるようになってるらしいんですがなかなか難しいと思います、えー。でも使い始めるとやめられなくなるメソッドあ、えー、とクラスなので、えー、ぜひこういうのは活用していっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。 でえー、もうどんどん時間は過ぎちゃってるんですけど、コレクションはですね、ファクトリーメソッドができました。今までリストだと、アレイリストを作るか、リンクドリストを使うとかだ、そういうの自分で選ばなくちゃいけなかったんですけど、めんどくさいですよね。もうどっち使ったって大して変わんないです、今は。で、えー、オブというメソッドができました。リストオブで、その後に要素を並べます。で、ハッシュマッ,プ、えー、とマップですね。マップもオブがあって、 えー、キー、値、キー、値、キー、値というふうに並べていきます。これ結構便利で、あのいちいちハッシュマップ作って、アットしていかなくちゃいけないとか、アップとか、プットしていかなくちゃいけないとか、めんどくさかったじゃないですか。でそういうのを簡単に書けるようになります。これが多分コレクションで一番大きいところですね。で特にですね、これ、できたコレクションがイミュータブルになります。 変更ができなないコレクションになりますでそういうところも今までって Java ってミュータブルなコレクションばっかり使ってたんですけどもだんだん時代とともにイミュータブル性というのが重要視されてきてますので、まあ、コレクションもインミュータブルで扱うという時代がやってきたのかなというふうに思います。でこれはまあどうでもいいんですけどエニュマレーションっていう Java1.0 からあるクラスあインターフェースに a イ i テレーターというのが加わりました。もしかすると サーブレットを使っている方は嬉しいかもしれないです。<laughs> エニュマレーションっても誰も使ってないかもしれないんですけど、過去とのしがらみで残っているところ結構あるので、まあ、そういうところもイテレーター的に書くことができるようになったということですね。で、えー、ストリングも変わります。え、もう今更ストリングと思うかもしれないんですけど、ストリングってストリングクラスの中に今までは チャーの配列列でで文字列を持ってたんですね。それがバイトの配列に変わります。これかなり大きい変更ですで。なんでそんなことをやるかっていうと、アスキー文字、アルファベットとか数字ですね。そういうの今まで UTF-16 だったんで2バイト必要だったんですね。でも別に2バイトいらないんですよ。頭は何も入ってないですから。で、そこは1バイトにしましょうと。要するにラテン1で表しましょう。で、日本語なんかで。 えー、アスキー文字じゃないものは今まで通り UTF16 で書きましょうと,というふうに変わりましたで意外にリテラルとかで、えー、アルファベットを持ってる例っていうのはかなりあると思います、えー、特に数字とかいっぱいあると思うので、まあ、そういう部分がかなり圧縮できると、まあ、半分になるわけですからね文字列のリテラル全部が半分になるとは思わないですけど日本語とか入ってるのでただ あとは文字、えー、スで文字列のリテラルプラスで連結できると思うんですけどもそれ今までは JavaC でやるとストリングビルダーに置き換えられてたんですねそれをインボックダイナミックというバイトコードで表すようになりました <laughs> 要するに、えー、どういうふうに実行するかっていうのは後で決められますよっていう書き方 でこういうのにしとくとよく使われるやつは後から入れ替えてそこをじっとにしましょうとかじっとで書きましょうとかそういうことも書けるようになってきたんですねで最適化が図られていますで意外に足し算って文字列の足し算って頻繁に使われているのでこういうところもかなり効率が上がるというところになってますであとはもうどうでもいいかもしれないんですけども えーとバージョンがバージョンの文字列が変わります今までの1.8点なんたらかんたらっていうのもなくなってもう全部9で始まります 9. 何点なんとかってで、えー、マイナーバージョンアンプが復活することになると思いますなので一番初めは9.0.0なんですけどもその後に9.0.123というふうに増えていくとで、えー、今ってなんか結構飛び飛びですよね、えー、120の後130で 130の後いくつになるかは知らないですけども、えー、15とだったり11だったりとかそういうとびとびなんですけどそこのセキュリティ、えー、と今のビルドアップデートなんたらっていうのはここのセキュリティの部分に入ってきますただとびとびじゃなくて多分連続した値になるというはずですあとは JavaDoc もいろいろ変わってまして HTML5 になりますであと嬉しいのはです、ね、検索窓がつきました JavaDoc 開くとああの 部分にに、ね、サーチが書けるようになってますでこのサーチは全部 JavaScript で書いていてローカルで実行するのでサーバーじゃなくても普通に検索することができます。API すごいでっかくなってきたのでこういうところで検索ができると結構嬉しいかなというところですね。ということでいっぱいあったんでちょっと時間延びちゃいましたけどまとめとしては。 まあ注目されているのは2つでジグソーと J シェルの2つだと思います。特にあのジグソーはインパクト大きいので、えー、導入するのは簡単なんですけども今までとの整合性どうやって取るのっていう部分がやっぱり難しくなると思いますで。あとは細かい機能っていうのがやっぱりいっぱいあります。今日ご紹介したのはこの3つだけですけどもそれ以外にもまだまだいっぱいあります。で、えー あんまりそういうのってメディアとかで書かれないので気がつかないかもしれないんですけどそういうの気がついてるとああ使いやすくなったんだなっていうところがいっぱい出てくると思いますでそういうところをチェックしていただければいいかなというふうに思うのと、えー、今一応リリース日がです、ね、隠れちゃってるんですけども7月27日がリリース日なんですけどもそれをメモらなくていいと思います <laughs> というのも <laughs>。 <laughs> このまま行くかどうかわからなくなってるからですね <laughs> で。で、えー、今はですね、えー、ちょっと変わったんですけども、jdkjava.net っていうのの下にスラで q っていうところでアーリーアクセスがダウンロードできます。で、そこからダウンロードしていただいて、まあ、テストしていただくと。で、特にあのジグソーとか導入する場合には早めにやっとくのがいいと思います。 でさっき、先ほどあの細かいのいっぱいありますよっていうふうに言ったのは、ぜひはあの、ステマなんですけど、私の記事を参考にしていただけるといいかなというふうに思います。ということで、あのちょっと時間を押しちゃったんですけども、えー、私のセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました